こんばんは。なんか、これいっか、これで。そう、これよくやってる髪型だよ。大体なんかよくやってるこの髪型。レンズは不可能いいかなと思って今日その服初めて見るから可愛いね。違うよ、この服は泉が大好きな人の T シャツです。大好きな人とはドララ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 ラじゃじゃーん、アミー。これよく着てるねアミのやつ。私もいつも今日お仕事だったからさ。まだ言えないの、言えないって書いた。あれまだアップされてないか。あ、もうそろそろアップされるんじゃないかな、ブログ。言えないって。今日はいつもの、そういつものリップですよ。遠くまで行ったん。さあどうでしょうかラジオ聞いた、ありがとう。まだ言えないんですよ、秘密秘密。1年生の神の底で点取りましたね。そう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 ね、本当にね誰と一緒やったん、それは言わない。ジャンプで配球だけやるのはそうだよ、そうだよ、それしか興味ないもん。ゆうちゃんポロって言っちゃうの、ね、寒気。いや言ったらダメなんだって、まだ本当にまだ言えないの。そう、まあそういうのあるんだよね、そういうのあるんだよねってか、まあそういうのが、まあそのすぐ告知 OK なそのなんていうのお仕事と、もうちょっと待ってくださいっていうお仕事あるからさ、ちゃんとそれ守らないといけないんだよ。内緒の理由は何ですか。まだ内緒の理由は何ですかって言われてもさ、知らないよね。なんかそういうなんていうの、なんていうの、そういうさ、なんていうんだろうね、お仕事のさ、なんていうんだろうね、都合だよね多分その、大人の事情って大人の事情だしね。間違って言っちゃうと怒られたりするのかな、知らないけど、言ったらダメだから言わないけど。告知可能になったら教えて。そりゃそうでしょ、そりゃそうでしょ。ちょ、さっきから右目がさ、絶対さ、なんか入ってるよね、ゴミかなんか、なんか違和感がすごいんだけど。わかんないや。あー、なんか前髪かな、コンタクトについてるのかな、わかんない、気持ち悪い。あー、気持ち悪いわ、目が。今日大丈夫あれ好きだよね。何それ、今日大丈夫あれってどういう意味。
髪はストレートと巻きどっちが好き？どっちもかな。どっちも普通に、うん。入り方間違えたな。ん？まだこたつ使ってますか？イエス。まだ使ってる。けど、いつは治りましたか？うん、ちょっと治った。けどなんかお腹ギュルギュル言ってる。ずっと。ストレートもアイロンかけてる。ストレートってアイロンかけるのはストレートって言わんくない？今日は暖かかったな。うん、まあ昼はね。熱あります？わかんない。どうだろうね、測ってないんだよ。生誕 T シャツは多分部屋着になってます。それわかる。いずも部屋着になってるよ、ほら。あみちゃんの、ねえ、まだ2月なんだよね。確かに確かに。好きなアクセサリーはピアス。ピアス。絶対ね、ピオスってみんなに言われると思ったからピアスって言ったけどね、絶対書いてくるよねみんな。なんでなんだろうね、みんな書いてくるよね。ゆずりのことが気になってもめとり始めました。お、ありがとう。ネックレスはつけへんの？あんまつけへんかな、あんま。うん、磁気ネックレスつけたことない。あれでしょ、肩こりひどい人とかがつけるやつですよ。よくなんかよく野球選手とかつけてるイメージ、つけてる人おるイメージ。あ、つけてないかな、わかんないけど、知らんが。泡が出るらしいですね。いつ？いつ、いつ？いつ泡が出るの？知らないんだけど。3月1日、嘘、出るの？知らんかった。へえ、出るんだ。そうなんだ。金本さん、金本さん会ったことある気がするんだよね。多分会ったことある気がする、中学の時に。え、知らないんだけど。え、じゃあ、え、来てたっけな、メール。そんな3月1日の、わかんないや。出るんだ、へえ。去年まで阪神の監督だったね。そうそう、知ってる知ってる。その金本さん
と中学の時ね会ったことあるよ。会ったことってかしゃなんか、うん、会ったことあるよ。ね、2日はマリーの生誕祭、それね。喋ってはないけど写真は撮ったよ。マジでばったり違う。なんか吹奏楽部だったじゃん。だからなんか野球のその大会みたいなとこに吹きに行った時になんか偶然なんか知らんけどいらっしゃって、でその吹奏楽部のメンバー全員と記念写真みたいなの撮ったことある。ね、ちょうど今ね青が来たよ連絡今来たわ。ちょうど中学生の時の写真出したことはないね。だって制服とかさ体操服とか着てるのばっかだからバレちゃうじゃん。だから着ない。タイムリーだね。キューキと初共演、そうだね、楽しみ。その写真まだある？あると思うよ、実家に。多分学校の体操着変気で使ってる。ほんとね、高校生の時は中学生のその体操服を部屋着とか着てたりしてたけど今は着てないかな。床まで取りに行ってください。いや取りに行ったとしても見せれないかな、バレちゃうじゃん。中学生の中学校とかがバレちゃうじゃないか。バレちゃうから嫌だな。見せれんわ中学の写真。なんかさまださ高校がバレるんだったらさまだまだしもだけどね、中学バレたりするのはきついよね。どういうこと？だって高校ってさ限られてないじゃん。別に県外にもさ行けるわけだしさ、めっちゃ遠いところのさ高校とかも行けるわけじゃん、いろんな。だからさ別にその高校に行ってるからってさ家がさめっちゃ近いとかそこら辺に住んでるってわけではないじゃん。だから別に高校はまだバレてもって感じだけど、中学はさすがにやばい、やばない？小学校中学校はねさすがにって泉は思う。串どこやったっけ、本当どこやったっけ串。あれ串あれ嘘、泉持ってきたんやけどな、使ってた気がする。今ついさっき、あ、みっけ
髪の毛もボッサボサやねんけど。よく見失うね。そうなんですよね。だってさ、全部作詞とかこうやってやったらさ、こうやってさソファーに置いちゃうんだよね、ポイって。でさ、ソファーも赤やしさ、この櫛も赤やからさ、めっちゃ同化してあれあれあれってなっちゃう。入れ物用意しておこう。別に櫛に入れ物はいらんよ。別にさ、なんかちゃんと使ったら机に置こうというね感じよね。うん、使ったら机に置きましょう。はい、置き場所決めへんタイプ。うん、うん、うん、いやなんか大体は決めるけど、別にこういうさところで使ったら、使うときは決めない。リモコンとかどうしてる？今は横に置いてた。別にリモコンとか置き場所決めないんだよね。どこでもいい、別に。机の上にある時もあるし、ソファーの上にある時もある。決まった場所に置くのは大事。A 型っぽくない？そう。なんか別に A 型ってさ、何から何まで別に几帳面じゃないよね。だから几帳面、まあ人によるけどね。うん。別に変なところで几帳面で、あ、変なところで几帳面なだけ。別に大雑把なところは大雑把だし。まあ人間ってそういうもんよね、やっぱ。うん。前髪がもう嫌だ。ボサボサじゃん。もう嫌だ。前髪が嫌だ。ああ、もう前髪が気になる。ああ、こういう時だ。こういうところが変な、変な、変に几帳面なんだよね。ああ。よいしょ。もういいや。もうダメだ。あ、ほらほらほら。下に置くからダメなのよ。はい。うん。ズリはマイペース？うん、どうだろう。わかんない。マイペースってどういう基準でマイペース？マイペースってどういう基準でマイペースなのかわからんのよね。そういえば特技は見つかりました？特技は見つかってないかな。別にあんまり焦らないタイプ。うん、わかんない。我が道を行く。わかんないんだよね。何なんだろうね。マイペースなのかな。マイペースでもない気もするけど、マイペースな気もするし、マイペースでもない気もする。どうなんだろう。人より少し遅い行動とか、うん、人より少し早い行動かな、私は。どちらかというと。自分の思う性格は何だろうな。変なところで几帳面でしょ。何だろうな。顔にあんまり出さないタイプでしょ。で、まあ、強がりでしょ。うん、何だろうな。あとめんどくさがりでしょ。うん、うん、うん、もう、もう、上がんないな。あ、意地っ張り、それね。気にしい、それそれ、頑固、それ。
それね、そう本当はそう緊張してるけど顔に出さない人、泉は。そうだからよくなんかなんだろうな、肝が座ってるというかそういう感じに捉えられるけど実は違うんだよねみたいな人。うん、あとは気にしいだし、うーん、不安がり、なんていうの、不安がりみたいな。なんか集合の15分以上前、まあ、もしくは30分ぐらい前にはついとかないと不安な人だからね。でしょ、あとなんだ、あ、心配性か。あと真面目な話が苦手な人でしょ。あとなんだろう、卒業公演とか卒業コンサートとかでなんか感動して泣きそうだけど泣いてる姿を見られたくないから我慢する人。我慢して泣かない人。すぐに安く、そう5分前でも不安でしょ、5分前。真面目に話してる時に笑っちゃったり、そうだね、なんか真面目に話せない、なんか恥ずかしくて。真面目な話を真面目にできないもん、ヘラヘラしちゃうの、そういう時。あとなんか実はなんて言うんだろう、一人行動が好きでなんか一人でいたいタイプだと思われがちだけど実は違いますみたいなタイプ。うん、初めての場所に行く時は何分前は検索、1時間くらい前に着くんだよねそういう時。そう。握手会でお揃い着ようって言われたら嬉しい、嬉しい。嬉しいよ、相手の近くは許せる。うん、方向音痴ではない人、方向音痴な人なんだよね、どっちから来たかわからんくなる人なんだよね、あれこっちから来たっけみたいな、うん、感じだったよね。だってね、初めてこの家に引っ越してきて何年前、2年前3年前わかんないけど引っ越してきて初めてその事務所に行くってなった時に、あの行きはすんなりと行けたの普通にね。でも帰り道がわからんくなって迷子になった。帰り、そう行きは行けたけど帰り迷子になった人。地図読むの得意？うん、どうだろう、分からん。帰れなかった、帰れた。その時ちょうどなんだろう、1日目なんかその前何日か前とかに引っ越してきてとか荷物運んでとかだったから、そのまだお母さんがさいたの、ちょうどまだだからお母さんに連絡して迷子になったって言って、そうそうそう、ここどこみたいな。
感じだったよね。で迎えに来てもらったかな。そうで近くにちょうどコンビニがあったかな。そうもうそこで待った。スマホ見ないの。見たじゃ、スマホ見たの。スマホ見てどう帰るかみたいなやったけど迷ったよね。なんかね、電車とかは別に大丈夫なのよ。その電車降りた後だよね、やっぱ。うん。住所入れたらナビが連れて行ってくれる。それなんかさ、あれ位置情報やらなあかんじゃん。あんまりさ位置情報オンにしたくないんだよね。なんか怖くない？位置情報オンにするの。なんかそういう人間なんだよね。だから極力位置情報をオンにしたくない人。50分？13位が Z さんありがとうございます。12位があずきさんありがとうございます。11位がケンタさんありがとうございます。10位がセム社長さんありがとうございます。9位が淳之介さんありがとうございます。8位がヘスターさんありがとうございます。7位が小雪さんありがとうございます。6位がミズチーさんありがとうございます。5位がチーフさんありがとうございます。4位がお茶っぱタイムさんありがとうございます。3位がヤギシャンさんありがとうございます。2位がトチナンデスさんありがとうございます。1位が岩崎ケースさんありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。それじゃあまた明日。おやすみなさい。バイバイ。またね。おやすみ。バイバイ。バイバイ。またね。バイバイ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 。おやすみ。また明日。ねバイバーイ。またねあしたバイ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 また明日バイバイまた明日会おうねバイバーイバイバーイまたねー。